今、オンラインショップと直営店でオーダーを受付中の無垢のスリーブレスドレスについてご紹介をさせていただきます。デザインと選べる生地とそれからサイズ感についてちょっと分けてご紹介をしたいと思うんですが、まずデザインですね。無垢のこのノースリーブのこのドレスは毎年大人気なんですけれども、あの、まず肩が ちょっとフレンチスリーブみたいな感じになっていて、しっかりと幅があるデザインになっています。なので、こう、肩が出すぎないので、すごくこう安心して、こう、着ていただける感じのデザインになります。あと、今年のスリーブレストレスは、結構首回りもしっかりとある形になるので、こう、ちょっとこう、前かがみになった時とかに、中が見えちゃうとか、そういうのもなく、ほんと一枚で安心して着ていただけます。 で、前身頃の部分が、えっと、ひよの上から下までの、えー、ボタンになっているので、あの、一枚でワンピースとして着ていただいてもいいですし、あの、前を開けて、こう、ちょっとベスト、ロングベストみたいな感じで着ていただくこともできるデザインになります。 で、あと、えっ、ー、と、トップスのここの部分は結構見頃もゆったりとしているデザインになるので、夏着ていただいた時にピタッとしなくてすごく涼しく風が抜けるような感じのデザインで、あの、本当に着ていてとても気持ちがいいですね。去年みたいな暑い時なんかにもすごく気持ちよく着ていただけます。で、あと、えっ、ー、と、スカートの部分はギャザーが細かく寄せられた、あの、スカート部分になっていて、 すごく生地をたっぷりと使っている、ほんとむくらしいあのスカート部分になるので、こう動いた時のあのシルエットがとても綺麗っていう特徴があります。で、あの一枚で着ていただいてもいいですし、ちょっと肌寒い時なんかには、私は長袖のあのカットーと合わせて着ていただいていることもあるので、本当に一年通して長くこう着ていただけるデザインになります。 こちらのスリーブレストレスは生地を4つの中からお選びをいただくことができます。で、まず最初に私が着ているこのギンガムチェックの生地なんですが、ちょっとこちらはアップでも生地感をお見せしたいと思います。あの、ベースがブルーグレーで、その上にキャメルの糸で、あの、こう、折りが。 重なっていてあの銀ガムチェックなんですけれどもすごくあの大人っぽい感じの銀ガムチェックのような感じで着ていただくことができますはいこんな感じですねで、2つ目の生地がえグレーストライプ生地で同じくやっぱり2年100%の生地になります アップにするとこういう感じでグレーとそれから濃いグレーがストライプ状になって織られているリネン生地になります。 すごく、あの、とっても柔らかな素材なので、着ていて気持ちいい、あの、ワンピースになるかなと思います。で、全体が、こう、こういう風な感じになるので、すごく落ち着いた感じのスリーブレスドレスとして着ていただけるので、お仕事とかにも着ていただきやすい感じになるかなと思います。スリーブレスドレスですが、今回はシルク素材でも作ることができます。 で、シルクとそれからビスコースという素材が半々で、あの、作られている生地になるので、お洗濯もね、お家で作る、あの、お洗濯をすることができるあらゆるシルク素材になります。で、リネンとまた違って、すごく落ち感があるので、とても素敵な、あの、一枚に仕上がりますね。こう揺れる感じもすごく素敵です。 で、あの、シルクで素材感としては、こう、ツヤツヤな感じというよりも、ちょっとこう、マットな感じの、あの、素材感になりますね。日の光とかでちょっとわかりますかね。で、透け感とかもそんなに気にならないので、すごく夏に着ていただくのにはおすすめなのと、あと、シルクって着るとすごくひんやりと、あの、冷たい感じがするので、それも気持ちがいいかなと思います。 で、お色がこちらのキャメルに加えて、えっ、ー、と、こちらのブラックですね。の2種類をご用意をさせていただいています。ブラックも、あの、透明で見るとこういう感じになるので、あの、夏のね、ノースリーブの黒いドレスっていう感じですごく素敵な1枚になるかなと思います。 じゃあ次は、えー、サイズ感をご紹介していきたいと思います。同じ XS のドレスを身長153センチの私と、あと160センチのクラッチさんが着てみました。はい。どっちもね、同じサイズなんだけど、それぞれ雰囲気が出るかなと思うんですが、結構やっぱ違いが丈感ですね。ちょっと横向いてみようか。横向いてみると、丈感が、私がこう足首ぐらいの長さになるのに対して、クラッチさんどれぐらい くるぶし上ぐらいですね、うん。くるぶし上ぐらいですね。うん、なので、えっと、お好きなね、サイズ感で選んでいただくといいかなと思います。ね、ふわっと揺れる感じが可愛い <laughs> で、身長153センチぐらいの方だと、もうサイズは XS がおすすめなんですけど、160センチの方だと、XS でこういう雰囲気で着ていただいてもいいですし、あともうワンサイズ上げて、S サイズで、この私ぐらいの、このくるぶしぐらいの竹 かけ感の,あの長さになるように着ていただくのもお好みで選んでいただくといいかなと思います。ぜひ参考にしてください。 <laughs> <laughs> ご紹介をさせていただきました。こちらのムクのスリーブドレスは、直営店シエスタラボとオンラインショップで3月3日までご注文を受けたまわっています。オンラインショップの方は概要欄の方にリンクの方を貼らせていただいていますので、ぜひご覧になってください。本当に夏に1枚あるとすごく活躍するドレスになるので、この動画参考にしていただけたら嬉しいです。 ご視聴くださってありがとうございます。